寒武天皇は日本の歴史において8世紀から9世紀にかけて活躍した第50代の天皇です。寒武天皇の治世は日本史において非常に重要な時期であり、彼の統治下で多くの政治、文化、宗教的な変革が行われました。以下では寒武天皇の生涯、治世、主要な政策、文化、遺産などについて詳しく説明します。生涯と家計。 桓武天皇は742年に誕生し、父親は公認天皇、母親は高野の新潟とされています。彼の生まれた高野氏はくだら系都来人氏族で、新潟の家系も中央政権での献刊経験は乏しい家系でした。しかし、後に桓武天皇は母の出自に注目し、くだら王系の演祖と称してくだら王氏に皇宮を与えました。位と 官武天皇は、幼少期から官僚としての教育を受け、その後、永状教にて政治活動を行いました。彼は延暦4年、785年に公認天皇の後を継いで即位し、これにより第50代の天皇となりました。彼の即位に伴い、皇后には高野の新笠が立候補されましたが、彼女の出自は貴族階層には属していなかったため、 皇位の皇后にはなれなかった点が注目されます。漢武天皇は平城京の肥大化や奈良仏教寺院の影響力に懸念を抱いて戦闘を決断し、794年に平安京へと遷都しました。平安京は長らく日本の首都として栄え、その後の日本史において重要な拠点となりました。恵美政党。漢武天皇は、 地方の安定と統一を図るために東北地方に住む恵美氏を服属させ、平定するために恵美氏政党を3度行いました。最初の遠征は失敗に終わりましたが、2度目の遠征では大友のおとまろの協力を得て成功し、3度目の遠征で坂の上の田村麻呂を派遣し制圧、恵美氏の脅威はほぼなくなりました。この遠征は日本国内の安定と支配力の向上に寄与しました。 政治と改革。桓武天皇は政治改革にも積極的に取り組みました。彼は地方行政の監査を影輸という役職を設けて強化し、地方支配を強化しました。また、彼は献で異制度を導入し、百姓らの兵役の負担を解消しようとしました。しかし、後にこの制度は機能しなくなり、9世紀には朝廷の軍事力が低下し、 武士階級が成長する契機となりました文化と宗教桓武天皇は文化の面でも重要な役割を果たしました彼は食日本銀の編纂を発案し日本の歴史と文化を記録するための重要な文献としてこの書物を推進しましたまた彼は最長を問へ留学させ天台宗の教えを日本に伝えました 同時期に空海の真言宗など新たな仏教運動が起こり、宗教的な変革が起こりました。しかし、既存の仏教団体との対立も生まれ、なんと六宗と呼ばれる宗派との対立が続きました。高級の敏乱とクスコの変。桓武天皇の治世には高級の敏乱もありました。特に、井上内地の上沢良神の皇居に関連するように天才などが多発し、 これが後のスこの辺へとつながる要因となりました高級の敏乱は朝廷内での対立を助長し政治的な混乱を引き起こしました死去と遺産関武天皇は旧世紀初頭に崩御しました彼の死後彼の政策や改革の多くは後世に影響を与え彼の知性は日本史上の重要な時期とされています 彼は平城京から平安京への遷都や恵比子政党など、日本の政治、文化、宗教に大きな影響を与え、その遺産は日本史において輝かしいものとされています。